皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。今回はちょっと座学っぽい内容になるんですけど、たまにコメントでこのチャンネルでやってるような内容の知識を身につけるためにはどんな勉強が必要ですかとか、どんなスキルが必要ですかっていう質問をいただくんですよね。なので今回はハッキングとかセキュリティ関連の知識を身につけるためにはどういったスキルが必要になるのかっていうのを少し解説していきたいと思います。今回紹介する内容はあくまで個人的な意見になるので、見る人によっては違う意見もあると思うんですけど、そこはご了承ください。ということで、まず一つ目が IT インフラの知識になりますね。おそらくですけど、ハッキングとかセキュリティをやる上で、これが一番重要になるスキルじゃないかなと思いますね。IT 系の知識がないと、そもそも IT インフラって何ですかってなると思うんですけど、まあ、生活インフラとか交通インフラとかってあるじゃないですか。電気、ガス、水道、道路、鉄道とかいろいろあると思うんですけど、簡単に言うとあれの IT 版みたいなのをイメージしてもらえると分かりやすいと思いますね。初めて聞くとちょっと内容がふわっとしてて何言ってるか分からないと思うんですけど、例えばですね、Netflix とか YouTube で動画を見たり、X とかインスタなんかの SNS をやったり、仕事で Teams を使ってウェブ会議とかチャットなんかを普段から多くの人がやってると思うんですけど、それらのサービスを使えるようにする設備とか仕組みを IT インフラって言ったりしますよと。要するにパケットとかデータとか呼ばれている通信を目的地まで届けてあげるようにするっていうのが IT インフラの役目ってことになりますね。前回の動画でハッキングの基本的な流れについて説明したんですけど、データスフェーズとか侵入フェーズとか、ほぼ全てのフェーズで IT インフラの知識っていうのは必要になるんじゃないかなと思いますね。 Nmap でスキャンした時のポート情報とか、コーバスターでのディレクトリー情報とか、公開会議認証を使ったログインとか、まあいずれも IT インフラの範囲ですし、インフラのスキルがないと何をやっているか理解できないっていう内容になっていますね。こういったことから IT インフラの知識っていうのがハッキングとかセキュリティ系のことを扱う上で一番重要度が高いんじゃないかなと思います。次に優先度が高いのがツールについての知識になります。ハッキングとかセキュリティ診断なんかで使用するツールってかなりの数があるんですけど、まあ大まかには偵察スペースで使う情報収集のツールとか、セキュリティ診断で使うペネトレーションテスト用のツール、ハッキングで使用する攻撃用のツールとか、まあ結構いろんな種類のツールがあるんですよね。このチャンネルの動画でも毎回何かしらのツールは使ってるんですけど、まあざっと見直した感じでもこれだけの量がありますよと。情報収集するにしても、セキュリティ診断するにしても、ハッキングするにしても、ツールって必ず使うものなんで、これはマストで押さえておいた方がいい知識になるんじゃないかなと思いますね。まあ一個一個のツールの細かい仕様とか使い方までは知らなくていいと思うんですけど、この場面ではこのツールが使えるなみたいな程度のことは知っておくといいんじゃないかなと思います。次に優先度が高いのが根気よく調べる力になります。これはこのことに限らずだと思うんですけど、何かわからないこととか疑問に思ったことがあったら、とにかくまずは調べてみるってことですね。例えば少し前に私がハマった事例になるんですけど、その時はトライハック組の演習問題を解いていたんですけど、ファイルのアップロードもしくはダウンロードだけ欄になって、それ以上先の問題に進めないっていうケースがあったんですよね。まあ演習のウェブサーバーへのピングとか、まあ Nmap Go Buster なんかのコマンド形式で実行するツールは問題なくできてたんですけど、ファイル関連の処理だけできませんっていうなんか変な事象だったんですよね。結局のところ原因としては、マンションの共用回線を使っていると特典通信を制限している関係で、そういった事象が発生する時がありますよっていうのが原因でしたよと。いろいろ検索して調べてた中で、海外の IT 系の掲示板の書き込みにマンション云々みたいな書き込みがあって、それで有線 LAN から無線 LAN に切り替えて別のモバイル Wi-Fi で試してみたら、ファイルのアップロードダウンロードが問題なくできましたよっていう経緯だったんですよね。こういったことからよくわからないエラーが出て先に進めないとか、ツールを実行したけど想定通りの結果にならないとか、そういった時に根気よく調べる力っていうのは重要になってくるんじゃないかなと思いましたね。次に重要なのがプログラミングスキルになります。プログラミングって一番重要じゃないんですかって思われる方もいると思うんですけど、これは考え方の問題で、仮にツールの仕組みを理解したいとか、ペネトレーションやエクスプロイト用のツールを自作したいとか、新しいマルウェアを作りたいんですとかって考えの人であれば、プログラミングスキルを一番重要視した方がいいと思いますね。ただですね、単純にハッキングとかセキュリティ系の知識を身につけたいとかであれば、プログラミングスキルは後回しにして大丈夫だと思いますね。まあ結局のところ調査用のツールとか根気用のツールってすでにパッケージ化されたものがあるんで、極端な話実行方法さえ知ってれば自分が欲しい結果が取得できますよと。まあそういった観点から優先度は低いんじゃないかなと思います。例えばドラクエをプレイしようと思った時に、ゲームのやり方さえ知ってれば誰もプレイできると思うんですけど、どういったプログラムでゲームが動いているのかを気にするのって一部の開発した人たちだけだと思うんで、その中身のプログラムの知識がなくても何ら問題ありませんよっていうことで、まあそれと同じような感じですね。もちろん Python とか Java とか何かしらの知識があった方がいいに越したことはないと思うんですけど、インフラの勉強とプログラミングの勉強を両方やるって結構ハードルが高いんで、優先するんであれば IT インフラの知識を先に身につけた方が汎用性が高いかなっていう理由からですね。最後にラボ環境についての知識になります。勉強したり演習問題を解いたり、何か実環境で試したい場合にラボ環境が必要になりますよと。バーチャルボックスや VMware なんかの仮想環境上にペネトレーションテスト用の OS とか、やられ役のサーバーとか、まあ、Windows の仮想ホストとかいろいろ立てたりすると思うんですけど、それを構築するための知識になりますね。ただこれはネットで調べると詳細なセットアップ手順なんかが紹介されてて、まあ、初心者の人でもそれを見ながら環境構築すればいい感じにできるようになってるんで、まあ、優先度は低いかなと思いますね。
ということで以上がハッカーやホワイトハッカーになるために必要な知識になります。一応この動画では IT インフラの知識が一番優先度が高いですよっていう紹介したんですけど、自分が何をやりたいかによって優先するスキルは変わってくると思うので、そこはご自身で考えてご判断ください。今回紹介したスキル以外のものが必要になるかもしれないですし、まあ、やってみないとわからない部分っていうのもあると思いますね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。